こんにちは、旅家です。旅する暮らしに憧れて、軽トラックの荷台に家を建てました。小さな家の小さな旅の物語、一緒に楽しんでいただけたら幸いです。冬の温泉にやってきました。ツンと突き刺さる冷気がとても気持ちよかったです。さあ、山に向かって出発です。山道をぐんぐん進みます。到着しました。冷えます。早く家の中に入りましょう。車内に入って一息です。冷えるのでガス管ストーブをつけます。夕飯を作っていきます。今日の料理は皿うどんです。なるほど、作り方はこうなってるんですね。このパリパリの麺にあんかけをかけていきます。こちらはあんかけの素ですね。あら
らかじめ水で戻しておきます。かけの具材を炒めていきます。取り出したのは五徳が猫の形に見えるガス缶ストーブ、通称猫太郎くんです。猫に見えますよね。まずは豚肉を炒めていきます。続いては野菜を炒めます。あんかけのタレを入れていきます。出来上がったので、あんをかけていきたいと思います。さあ、上手にかけれるかな。これがなかなか難しい。よっ。あちちちちちち。よいしょ。65点ぐらいの盛り付けですが、皿うどんの完成です。あれ、いつも買ってるお茶買い忘れちゃいました。
水で我慢します。いただきます。さあお味の方はいかがでしょうか。おいしいです。あんかけだから熱々、そして野菜のうまみがしっかり出ています。寒い日にはあんがぴったり。ザクザクバリバリ、とってもおいしいです。という間に最後の一口。美味しかった。ごちそうさまでした。片付けをしていきます。じゃじゃーん、ごまプリンです。これはコーヒーを入れることにします。お湯が沸きました。ちょっとずつゆっくりとお湯を入れていきます。このコーヒーを作る時間、贅沢な時間ですね。美味しいです。さあ、ごまプリンをいただきます。
味しいですね。コーヒーがよく合います。今日はちょっと iPad を使ってイラストを描いてみました。オリジナルの作品作りです。実はイラストを描くのも好きだったりします。オリジナルグッズ購入できますので、ぜひ概要欄からご覧ください。就寝モードに切り替えていきます。夜の恒例メガネガチャの時間が迫ってきました。忘れることなくメガネ持参できたか占っていきたいと思います。果たして、やりました。ありましたね。ちなみに今回のオリジナルグッズはこのメガネガチャのシーンをイラストにしてみました。ぜひ概要欄からご覧ください。では、おやすみなさい。とても冷えます。朝食モードに切り替えていきます。朝はホットサンドにします。
コサラダを挟んでいきます。焼き上がりました。卵のホットサンド完成です。ではいただきます。うん、美味しいですね。基本の卵サンド、やっぱりホットサンドはこれにつきます。ごちそうさまでした。今日の物語はいかがだったでしょうか。小さな家の小さな物語はこれからも続きます。チャンネル登録やベルボタンをクリックして最新話もぜひご覧ください。X、Instagram、TikTok なども運営しています。ナレーション付きのサブチャンネルや ASMR チャンネルもあります。ぜひ概要欄からご覧ください。カードが残っ、それでは次の旅でまたお会いしましょう。ではまた。